はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸1をお送りします。で、前回までね成分をやってきたんですが、ここから内積の話いきます。で、内積もちょっとシリーズで長くやっていくんですが、途中でまた成分とかと混ざったりするんですけど、まず今回内積ってなんやねんっていうところをぜひ覚えてください。で、今回はポイントの中が1問で計5問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、まあ、0ベクトルじゃない2つのベクトル、A ベクトル、B ベクトルがあると。つまり今2つね、まあ、0ベクトルじゃないよってちゃんとあるよっていう2つあります。で、その2つのベクトルのなす角を θ とします。で、なす角っていうのは作る角です、その2つのベクトルが。で、今 A ベクトルが P、B ベクトルがこう出てて、その2つがこう作ってるここです。で、これはね、次回の動画のポイントちょっとなるんですけど、なす角っていうのはそのベクトルが出てるこの部分です。ここ同じスタートが出てるってところをちょっと覚えておいてください。これ次回のためにね、今回ちょっと使わないんですけど。で、この時にほにゃららをその A ベクトルと B ベクトルの内積って言います。で、今回ちょっと覚えてほしいのはそれで、これはですね、 A ベクトルの大きさ B ベクトルの大きさかけるコサインシータです。A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさとコサインシータをかける。これが内積の求め方。あとでまた違うのも出てくるんですけど、まず覚えます。で、内積っていうのは記号で表すことができて、それがこれです。A ベクトルと B ベクトルをかける、まあ、ちょんってね、マークをつけて、これが内積を表します。だから次の問題も、内積、これを求めよう。まあ、こうやってね、ちゃんとマークがあると。なので、この、まあ、これを求めようと思ったら、こいつとこいつは同じです。つまり、内積、これ記号だけどね。これは、こうやって求めることができますよっていうのを覚えてください。で、ちなみに θ は0度から180度の間です。まあ、なす角なんでね。こうなります。で、今回下の問題はもうその公式を使って解いていけるかどうか、それだけです。なので、まず A ベクトルが5です。大きさがね。で、B ベクトルの大きさが4。その時に、まあ、ナス角を θ とすると。で、θ がいっぱいあるので、その場合の内積を求めに行きましょうと。で、これはもう公式なので、まず θ が60度だったら、そうね、内積 A ベクトル、B ベクトル。これは、この大きさ、かけるこの大きさ、かけるコサイン60度ってなるので、5×4 かける、一応書こうか、ここは。コサイン60度。でもこれ前のね、懐かしい知識になります。コサイン60度はいくつか。これまた暗記してね。もし忘れてた子がいたら。これは、2分の1です。コサイン60度はね。だからあとは約分して計算すると、1番、ごめん、2番か。は10になります。といった感じで、あとはね、ずっと流れでやっていきましょう。シータの値が、変わるだけなので、5×4×コサイン150度。で、コサイン150度なんで、マイナス2分のルート3か。ね。で、これで約分ができるから、残るのが、マイナス10ルート3と。これで OK。で、じゃんじゃんいきます。次90度ね。これ下ギリ入るもんね。で、A ベクトル、B ベクトル、入ってるね。OK。で、A ベクトルの大きさかける B ベクトルの大きさ、コサインナス角、つまり90度と。で、コサイン90度は0。なので、全部かけたらもちろん答えは0になります。で、もってラスト、θ は180度ですね。A ベクトル、B ベクトル。A ベクトルの大きさ、かける B ベクトルの大きさ、コサイン180度と。
で、コサイン180度はマイナス1なので、全部かけると、マイナス20度。ね、これで OK となります。まあ、シンプルですね。コサイン、公式さえ覚えてしまえばってとこではあるんですが、ひとまずベクトルやってるとね、内積っていう言葉をすごい見かけます。で、まあ、この後シリーズで続くって話もしましたけど、まあ、いろいろ覚えさせられる。この後ね、いろいろ出てくるんですけど、まず、まあ、ね、最初の部分として、内積っていうのはこの記号で表すんだと。で、逆に言えば、こいつが出てきたら、あ、内積なんだって思ってください。これね。で、まず、こいつを求める公式として、A ベクトルの大きさ、B ベクトルの大きさと、コサイン、シータ、ナス角ですね。を、で、これで内積が出すことができるんだというのを、今回ね、覚えておいてください。では、今回は、高校数学、数 B の、ベクトルの内積、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、丸2なんですが、一応、ポイントを含めます。で、ポイントを覚えてもらいたいんですけど、本当はこの流れでね、出したかった問題があるんです。で、さっき言ったように、このスタート地点はここなんだよって、そこがナス角なんだよ、みたいな。その知識をちょっと使ってね、問題をやっていきますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。